マンレースは2号艇の三浦、そして5号艇の木村が少しピット離れ劣勢だったんですが、抑えられるところまではいきませんでした。バック側では6艇が1、2、3、4、5、6枠番通りに進入体系をゆっくりとこれから固めていきます。浜田湖の G3 オールレディース第2回 E ナオトラカップはいよいよ準優勝戦のスタートとなります。まずは1つ目の準優勝戦第10レース、なんといってもこのレースは高枠両者、細川優子と三浦絵里、この2人のスタートが展開を大きく左右しそうですが、そんな中高枠1号艇細川優子が人気の中心沿線です。対抗人気2号艇の三浦絵里が2コース、その奥ゆっくりと流してセンターの3コースを伺います。3番人気は3号艇の樋口ゆかり、樋口が攻めるような展開になれば外にも十分チャンスがありそうですが、4号艇の柿内清美が4コース、5コース6コースも定番通りに5号艇の木村さゆきに、6コース6号艇の鈴木なるみ、1、2、3、4、5、6枠番通り3対3と並び固まりました。今スローの3コースに合流は3号艇の樋口。1つ目の準優勝戦第10レーススタートまで間もなく残り10秒、インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。準優勝戦の10レーススタートしました。ほぼ横一線のスタートになりました。インとセンター勢が少し覗いている。先に回る1号艇の細川優子、2号艇の三浦が2コースから引いた。樋口が外を待って5号艇も外、内側を4号艇6号艇刺してバックへ入りますが、ここを仕切った1号艇細川優子先頭、2番手には2号艇の三浦をめぐって内側から4号艇の柿内清美、外に5号艇3号艇控えている。準優10レーススタートは正常でした。そのまま内側へ入ってきた4号艇の柿内、6号艇も迫ってきますが叩いて回る2号艇の三浦、3号艇も外へ行きまして5号艇真ん中へ方面へ折り返しますが、2番手は2号艇の三浦、3番手が4号艇の柿内です。上位台形は1、2、4でスリットバイを通過、2周目に入っていきました。2周の1マーク2番手で回るのは2号艇の三浦、3番手は4号艇の柿内清美、外を止めつつ3号艇の樋口が内を突きつつバックへ追いかけますが、3番手と4番手の定冠も大きく広がりました。上位体系は1番、2番、4番、1、2、4の体系です。2番手、3番手の定冠は現在3停止半から4停止、2周の2マークの旋回です。2号艇の三浦が2番手優勢に先に待って指していくのが4号艇の柿内清美、それでも2番手がっちりキープは2号艇です。三浦入り、上位体系は1番、2番、4番のまま、後方3艇は3号艇、5号艇、6号艇と続いてレースは最終周回へと入っていきました。このレースはスタート最も遅かった2号艇の三浦でもコンマ11ぐらいでしょうか。他の5選手はいずれも0台とスタート張り込んだ中、1号艇細川を押し切り、2番手は2号艇の三浦、その後ろ3番手ですが4号艇の柿内清美と、上位体系は1、2、4、後方3艇は3号艇、5号艇、6号艇の順に続いています。このスタート、このスリット体系ならばうち圧倒的優勢の中、1号艇の細川最後のホームストレッチへ、2番手が2号艇三浦、3番手は4号艇の柿内と続いた1つ目の準優第10レースは先頭1番細川五輪、2着2番の三浦、3着4番の柿内五輪、続いて3番樋口4着、後ろは5番6番五輪。